この手で守ってみせる。イナも続きます。なんだこのハチ型じゃぞ。寄せ集めの軍など相手にならぬわ。確かに城の守りは堅い。力攻めは愚策。敵の士気を下げて降伏させるべきだろう。伝令がありました。本田忠勝軍が近くこちらへ到着する模様。さすがに抵抗が激しいな。奥川の援軍を当てにするしかねえか。この有様では援軍を引き入れるのは難しい。突破口は開いてやらねばなるまい。これ以上の抵抗は犠牲を増やすばかり。わしからも申し上げましょう。こんなところで倒されてちゃ話にならねえ。影勝、正行、お前らもだ。いいな。大道寺様が下られたのは誠に。ならばここも長くは。役に立ったか。物分かりの良いものばかりであれば助かる。まず砦を落とす。民を傷つけるのは上杉の戦ではありません。うろたえ者を沈めなくて。敵将、撃ち取ったり。敵を減らせば十分だろ。そんな戦い水産待たせたな。土産を持ってきたぞ。守備隊に任せた。我は敵の守りを崩す。隙にはさせん。攻撃の威力は守備兵の数で決まる。できる限り耐えるのだ。敵で一つのこの剣の差。ここを攻めば。逃げて。
他の援軍はまだか。遅くなってごめんなさい、ミジクム。私は徳川を止めます。心得た。女の子同士、まったりしましょう。守備隊が減れば大筒の威力も落ちる。是が非でも全員を守り抜くのだ。力が不可欠。打ち続けるために守り抜かねばならぬ。砲術の威力、恐ろしいほどですね。恐ろしいのは威力だけではない。あの砲火と轟音は人の心を乱させる。不落の Hachigata城がここまで。もはやこれまでか。開門。そろそろ罪だ。道場宇治国を倒してこの戦を終わらせるぞ。宇治国様、まだ諦めてはなりませぬ。いつまで抵抗を続ける気だ。この戦場を小田原の連中は分かっているのか。
綾の心にも響きました。目立ち者、イナが成敗いたしました。この力量を計り損ねるとは。尽き取ったり！